どうも、なにわ男子の西畑大吾です。ハッシュタグなにわ先生ラスト、西畑先生の番が回ってまいりました。はい、先生ということで、きちっとフォーマルな格好をしてまいりました。ですが、見てください。タグつけっぱというのも、このスーツはですね、20歳の時に成人式用のスーツとして、購入したスーツなんですけども、お仕事の都合上で成人式に行けず、この3年間着ることもなく、初めて今このタイミングでこのスーツを着させていただいております。やった。皆さんから見たらね、すごくフォーマルでね、かっこよく見えると思いますけども、まあ、タグはついてるし、下半身はですね、短パンでございます。そういう、先生スタイルでお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、私、西畑先生がですね、皆さんにお教えしたい授業の内容を発表したいと思います。こちらです。デデン。なにわ男子です。はい。皆さんにお教えしたい科目はですね、なにわ男子でございます。一メンバーとしてなにわ男子の魅力を皆さんにお教えすることができればなと思います。我々なにわ男子のことを知らない方、最近知ったよって方、ずっと前から知ってくださってるよって方、たくさんの方がいらっしゃると思いますが、まあなにわ男子の初級編でございますかね。皆さんに分かりやすく、なにわ男子はこういうグループだよっていうのをお教えすることができればなと思います。分かりやすくですね、三つの分類に分けてお教えすることができればなと思っております。それでは、早速まず一つ目いきましょうか。一つ目はこちら。ででん。なにわ男子とは？はい、もう初級編中の初級編でございますけども。なにわ男子とは、2018年10月6日に結成された、関西ジャニーズジュニアの7人組グループです。メンバーは、私、西畑大吾、大西流星、道枝俊介、高橋恭平、長尾健人、藤原丈一郎、大橋和也、この7人組グループでございます。そもそも、なにわ男子っていうグループはどういうグループなんだと聞かれた時に、西畑の個人的な見解ではございますが、こうなんじゃないかなというのを書きました。こちらです。ドドン。キラキラスーパーアイドル×親しみやすいスーパー関西人です。はい、なにわ男子は、この二つを兼ね備えているグループなんじゃないかなと、西畑は思っております。というのも、このキラキラのスーパーアイドル、そして親しみやすいスーパー関西人っていうのは、対極な存在に見えがちだと思うんです。キラキラと関西人らしいコテコテ、この二つだ、キラキラとコテコテを兼ね備えてミックスさせたアイドルグループが我々なにわ男子なのかなと思っております。一言で言うならこうなのかなと思ってます。それでは二つ目の項目に移りましょう。二つ目の項目はこちら。ででん。メンバー紹介です。はい、今から7人のですね、メンバー紹介をしていきたいと思います。誠に勝手ながらですね、私一人一人にキャッチフレーズを作りました。そのキャッチフレーズを紹介していきたいなと思います。簡単にはなりますけども、一人一人のね、こういう子だよっていうのをね、紹介できればなと思います。それでは早速、私西畑からいきます。西畑はこんな方です。ドドン。大真面目副院長、たまに壊れるです。まあ、西畑基本的に自分のことを大真面目とか真面目やなっていうのをすごく言われることも多いですし、自分でもそう思っております。そして副院長っていうのは、我々なにわ男子にもですね、リーダーがいるんですけども、そのリーダーに代わって何かこうまとめることが多かったりするので、そういうところで言うと副院長的な立ち位置なのかなと思っていまして、ですがですね、大真面目で副院長なんですけど、たまに壊れます。西畑は壊れることが多いです。ウェーとかよくしちゃう人なので、はい、なんか僕 AB 型なんですけども、あの A の部分と B の部分を持ってる人間なので、やっぱり二面性があるんですよね。こう真面目なところと、ちょっとこうバカしちゃうところとあるんですけども、そういうのが西畑なのかなと思っております。それでは続いて、大西流星はこんな方です。ドドン。人類で初めて可愛いを具現化した猫好きです。大西流星でございます。すごいですよね。彼とは
出会ってからもう8年以上経ちますけども、もうこれです。もう可愛い。もうとりあえず可愛い。もうずっと可愛い。ずっと抱きしめていたい。ずっと一緒にいてほしい。ずっと一緒に寝たい。はい。これが西畑の願望ですけども、本当に可愛いを具現化した、そして猫好きでね、彼はね、猫を飼っていまして、トキ君っていうね、スコティッシュフォールドを飼ってるんですけども、よくね、写真を送ってくれたりしますけどもね、はい、これです。可愛いを具現化した猫好きが大西流星でございます。そしてもうアイドルのプロでございます。続いて、道枝俊介はこんな方です。どどん！圧倒的美、しかも中身はピュアピュアな好青年です。もうまずこれですね。圧倒的美。もう見ていただけたらわかる通り、背もスラーっとしてますしね。顔も端正な顔立ちで、もうめちゃくちゃかっこいい。もうこれが、もう圧倒的美っていうこのね、あの4文字熟語が似合う子です。こんな4文字熟語はないんですけど、西畑は今作りました。圧倒的美っていうのはもう道枝のためにあるような言葉です。そしてね、しかも中身はピュアピュアな好青年。今圧倒的美なんで、やっぱりちょっとクールなんかなとか思う方もね、いると思うんですけども、全然そんなことなくて、すっごいピュアで、しかも人懐っこい、めちゃくちゃ可愛らしい子でございます。でもね、たまにこう、ポンコツなところがあったりするのも、彼のすごく可愛くてピュアなところだなと思ってますので、俊介くんはこういう子でございます。続いて、高橋恭平はこんな方です。どどん。なぜか憎めない、おバカハンサムジーンズマンです。もう高橋は、なぜかわかんないですけど、本当に憎めない。めちゃくちゃなこと言われたりするんですけど、なんか、高橋やったら許しちゃうみたいな。なんでやろ、だから天性の多分後輩力なんですよ。僕のまあ高橋くんは後輩に当たるんですけど、もうその後輩力がすごいんやと思う。だからすごく憎めない。そしておバカっていうのはですね、もうすごいですよ。国民の三大義務、日本国民の三大義務あるじゃないですか。勤労、納税、教育とあるじゃないですか。それをですね、この高橋くんはですね、歩く、食べる、寝るって言いましたからね。ってぐらいちょっとおバカなところもあったりとか、そしてなんといってもハンサム、めちゃめちゃハンサムです。かっこいい顔してます。そしてベストジーニスト賞を入賞するぐらいのジーンズ好きでもございますので、はい、おバカハンサムジーンズマン、なぜか憎めないおバカハンサムジーンズマンかなと思いました。続いて長尾健とはこんな方です。どどん。最強の愛嬌を持つ天性の最年少悪ガキです。中はですね、最強の愛嬌を持ってるんですけど、やっぱりこう可愛らしい顔してますし、可愛らしい笑顔もしてますし、しかもなんと言っても人の懐に入るのがすごくすごく上手だと思ってます。っていうのもやっぱりこの長尾の人柄の良さもありますし、可愛らしさもあるし、そういうところがこう最強の愛嬌を持ってるからこそ、こう人の懐に入るのが上手いのかなと思ったりとか、あとは天性の最年少悪ガキ、もう本当に悪ガキです。だって最年長のジョー君をいじり倒したり、私西畑をいじり倒したり、結構年長組に強いです。でもそれが我々年長組からすると全然嫌じゃなくて、むしろ彼自身こう一人一個やったりもするので、あ、ほんまのお兄ちゃんやと思ってくれてるのかな、お兄ちゃん的な存在で入れてるのかなと思ったら、すごくすごく嬉しいなと思っております。最年少ですごく可愛らしいですし、だから最強の愛嬌を持つ天性の最年少悪ガキかなと思いました。続いて藤原丈一郎はこんな方です。ドドン。最年長なにわ感担当、アイドルも笑いも場外ホームランです。はい、なにわ男子の最年長でして、しかもなにわ感担当、これもね、ジョー君がよく言ってはることではありますけども、そしてアイドルも笑いも場外ホームラン、アイドルしてるときはすっすごいかっこいいですし、笑い、漫才考えたりとか、コント考えたりとか、新喜劇を考えたりとか、そういう笑いの面でも面白い。そういうところはすごく尊敬してますので、場外ホームラン、もういつもホームランを打ってくれているなという感じがしますので、本当にやっぱり最年長ということもあって、とてもとても頼りになるメンバーだなと思ってますし、なんといっても歴も、ジュニア歴もすごくすごく長いので、頼りになってます。ということで、ジョー君は最年長、なにわ感担当、アイドルも笑いも場外ホームランです。ラスト、大橋和也はこんな方です。どどん。
まるで低反発枕、すべてを包み込む愛されリーダーです。先ほども言わせていただきましたけども、私西畑は副院長で、彼はリーダーです。まあ、まとめるのが苦手というよりかは、多分ハッスンはそういうキャラじゃなくて、本当に書かせていただきましたけども、すべてを包み込む、和ませてくれる、癒してくれる愛されリーダーだなと思います。彼の前では絶対そんなことは言わないですはい、彼とはやっぱりこう付き合いも長いので、よくご飯行ったりとか、相談乗ってもらったりとかしてるんですけども、やっぱりこう全てを包み込んでくれるんです。こうメンバーみんなから愛されているリーダー、本当に彼がリーダーでよかったなって思うこと 1,2 回あるかな、 1,2 回できたなでも本当に愛されリーダーだなと思っております。ということで、まるで低反発枕、すべてを包み込む愛されリーダー、大橋和也くんです。ということで、2項目目メンバー紹介をさせていただきました。僕自身の個人的なキャッチフレーズをつけさせていただいたので、もう僕から見たメンバーを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。それでは最後の項目に移りたいと思います。3つ目の項目はこちら、てれん、代表的な組み合わせ紹介です。はい、もうこちらの方はちょっとメンバー紹介とちょっと被っているところはあるんですけれども、まあ代表的な、組み合わせ、こういう組み合わせがあるんだよっていうのを4組紹介したいと思います。代表的なものなので、他にたくさんのね組み合わせはあったりするんですけども、まあなにわ男子の初級編でございますから、初級編ならまあこの4組覚えとけば間違いないよという4組を教えたいと思います。一組目はこちら、でれん、大西畑です。はい、この大西畑はですね、大西流星、そして西畑大吾の二人の組み合わせのことを通称大西畑と言うんですけれども、この大西畑はですね、まあ先ほども言いましたけども、付き合いはもう8年ぐらいでございまして、キャッチフレーズ的なもので言いますと、友達以上、恋人以上、夫婦未満というね、まあ、恋人以上ということですからね、もうそれぐらいの付き合いがあるよっていうことなんですけども、流星のことを大好き大好きしてて、その大好き大好きに対して流星はペッ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 ってするような関係です。はい。本当にね、よくね、流星が言うんですけど、僕がね、こう、流星の手のひらの上で転がされてると。いや、そうじゃないねんでって。大ちゃんが勝手に流星の手のひらの上で転がってるだけと。間違いない。正解かもしれませんね。でも、まあ、大西畑ですか、見てください。大西、西畑、大西畑。もう運命です。決まりました。ありがとうございます。はい、そんな二人でございます。続いて二組目はこちら、どどん、道挙兵です。はい、この道挙兵はですね、道枝俊介くんと高橋恭平くんの組み合わせでございますけども、なにわ男子のツインタワーですね、二人ともね、身長大きいですから。そして、なんと言っても二人ともビジュアル担当ということね。道枝は美形、そして高橋はイケメン。そういうね、ビジュアル担当な二人ですけども、やっぱ二人が歌ってる曲とか見ると、本当に漫画の世界から出てきたような二人なので、綺麗で、かっこよくて、で、こう、儚い歌が似合うというか、そういう二人かなと思ってまして、まあ、関係性で言うと、ね、どっちもこう、すごく仲いいですし、なんか、二人で買い物とかも行ってるって聞いたことあるので、あ、いいなと思ったりします。はい。そんな二人です。続いて三組目はこちら、ドドン、道長です。この組み合わせはですね、道枝俊介くんと長尾健人くんの二人の組み合わせになっているんですけども、道長はいいですよ。何がいいかと言いますと、基本的に長尾くんが道枝くんに大好き大好きっていうビームを送っていて、で、道枝くんが長尾に対して、お前うるさいねんと、ちょっとツンな対応を見せるんですけども、ちょっとね、最近変わってきたんです。何が変わってきたかというと、まあこっちは変わらず大好き大好きで送ってたら、道枝くんは、おい、お前ちょっとやめろよぐらいの、ちょっと甘めなツンに変わってきてるんですよね。それが、もう最高に燃えるところではあるなと。二人自身も、同期やったりもするので、そして同い年ですからね、そういうなんていうか、ところもすごくいいなと思いますし、同じドラマにも出てましたから、これからどういう進展があるのか、僕自身すごくすごく楽しみにしている道長でございます。続いてラスト4組目はこちら、ドドン、城橋です。
来ました、西畑大好きです、この二人。はい、この二人はですね、藤原丈一郎くんと大橋和也くんの組み合わせになるんですけども、いやもう上橋は最高。これ多分皆さんも分かってくださってると思う。上橋は最高。何が最高か、本当に、上くんが、ツンで、ハッツンがデレなんですけども、もうね、上くんはね、この橋さん、大橋さんのことが大好きなんですよ。もうそれが見え隠れしてるのがもういい。その様子を見てるだけで西畑、そしてまあ上橋親衛隊で言いますと長尾謙と、もうすごくすごくもうニヤニヤしちゃう。もうニヤニヤしちゃう。この二人はもうニヤニヤしちゃう。もうね、熟年夫婦です。言葉を交わせなくてもその人の気持ちがわかるぐらいの感じです。はい。もうそれぐらいもう仲がいいというか、仲がいいじゃないな。絆。絆が、ここの間にはもう、折れない絆がある。それを見てるだけで、私、上橋親衛隊はですね、とてもとても嬉しいでございます。はい。ということで、上橋でございました。ということで、ラスト3項目目のですね、代表的な組み合わせ紹介をさせていただきましたけども、まあ、今回は4組だけでしたけども、たくさん、組み合わせあります。それこそ、2人とかじゃなくても、3人、4人、いろんな組み合わせがあると思いますので、そこはね、ぜひ皆さんで、あ、この組み合わせ好き、あ、あの組み合わせ好きっていうのを、ぜひともね、皆さんで見つけていただければなと思います。ということで、なにわ男子について3項目作らせていただきました。いかがだったでしょうか？他にもね、めちゃくちゃ教えたいことあるの。入れたかったんけど、オリジナル曲のこととか、こういうコンサートしたよとか、こういう公演したよとか、いっぱい教えたいことがあったんですけども、ここからは皆さんがね、ぜひとも、僕たちなにわ男子のことを知ってくださればな、と思います。僕が教えるのはここまでです。それでは最後に、僕にとって、なにわ男子は、どういう存在なのか、どういうグループなのか、というものを教えたいと思います。僕にとって、なにわ男子は、こちら。青春です。なにわ男子的に言うと、青春かな？うん。このなにわ男子で僕は今、青春を謳歌させていただいております。それぐらい大切で、大事で、かけがえのないメンバーたちです。そんな、メンバーと巡り合うことができて、出会うことができて、本当に本当に幸せに思います。そしてですね、応援してくださっているジャニーズファンの皆様、ナニファムのみんな、いつもいつも本当にありがとうございます。皆さんがいるから僕たちがいて、僕たちがいるから皆さんがいると思っております。これからもナニワ男子7人で手を取り合って一歩一歩歩み続けていきたいなと思っております。なので皆さんもぜひとも僕たちなにわ男子に、ついてきてくださればなと思います。はい。ということで、私、西畑先生の授業はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。